旧阿弥川小学校の一旧9阿弥川小学校は秋田県由利本城市にある木造建築物。春光から2004年まで中学校及び小学校の校舎として使用された。校舎としての役目を終えてからは文化財や観光スポットとして管理、利用されており、建物4点が国の登録有形文化財に登録されている。旧阿弥川小学校の建物群は 1953年から1954年にかけて、百合町立あゆり調立ツアー中学校校舎として、旧、あゆか村村有林の木材を用いて建てられた。1970年の中学校統合により、同校が廃止されてからは、同調立ツアー小学校校舎に転用された。あゆか小学校は2004年の小学校統合で、廃止されたが、ゆり本城市が所有する下で、 2008年7月には建物の保存のために任意団体のあゆの風実行委員会が設立され建物の維持管理や行事の開催にあたっている敷地にはソメイヨシノの桜並木があり銀南並木に約1万2000個のイルミネーションが灯るイベントも開催される旧あゆ川小学校は木造平屋建て校舎3棟体育館1棟その他二体設備からなる 旧鮎川小学校の建物群は一部が改装されているものの規模は建築当初のまま維持されてきており2012年2月23日に以下の建物4点が国の登録有形文化財に登録された建物はいずれも河原武器の木造平屋である百合町立鮎川小学校に関するカテゴリーユリ町立鮎川中学校に関するカテゴリーありがとうございます